しゃー。ネショタという題材を有効活用せず設定改変した上、改変した設定も生かさず半端なだけの作りにするとは。これはもうクマでストレス解消するほかなし。ポルノちゃんダメですよ、そんなものを女の子が握りしめちゃ。扱いには習熟している。平気なんならコムとメリコを同時に焦点可能。メリコなら大丈夫。どういう種類の発言なんですか、その謎の信頼は。おいうっせえぞ、こっちは作業中なんだからよ。ポルノもアニメで腹立ててんなら別のアニメで口直しでもしとけよ。ほらクマ持ってけ。ではパティミリ。クマさんの膝の上でおとなしく。それでいいんだ。ポルノはだいたいクマを生贄に出しゃ大丈夫だ。なんかアイヌのお祭りみたいですね。やほやほー、ザッパいる？あれクマ、ポルノが使用中？そう。レンタルは順番待ち。仲良し親子みたい。ザッパならあのアンテナとどっか行ってるっぽいぜ。へえ、そっちも仲良し親子？ほほえましい。あっちもこっちもほほえましいことしてるビジョンはまるで浮かんでこねえけどな。なあ、プロバイダなんか遊ぎの出し怪しまれたらアウトだったかんな。ああ、抜け道つけてくれたんだっけ。好きに使えるとなると助かるわ、ほんと。お宝だー。お宝ああ、こないだ死刑がってなんだお前、アニメ中か。気にはするべし。まあいい。それでお宝。ああ、こないだ死刑どもが話してただろう。そのあたりをアンテナに調べてもらってな、中身の詳細以外はわかった。調べたのである。電波の前にはすべては筒抜け。なのに中身以外？奪ってみりゃわかるだろう。物は外から運ばれてきて、今は阿蘇義科学研究所にあるらしい。ことは薬か何かでしょうか。そうかもな。取り扱いも警備も厳重の一言だ。おまけにその辺を最近東雲派の連中もうろうろしてる。ついでにこないだの女と手下もお宝の話を連絡し合ってたぞ。フラットに東雲派も？それって、ああ、いやお祭りってやつだね。祭りか。私は乙女が好きだぞ。イカ焼きとかいいよね。デロッデロに味付いたやつ。リンゴ飴一丁。よーくま、これ見てみ。俺もいろいろ調べててよ、人狩りのおすすめスポットとかちょいちょい見つけてんだよ。なや、いつもよりいい人材とか見つけたら教えてやる。いやだって見ろ、あのザッパのテンション。準備ガチらねえと死ぬぞこれ。てなわけで先輩が助けてやっからよ。よく見とけよ。特に行き先決めるときとかな。はい、じゃんけんぽーん。図工。あ、今回は一発で決まったな。ははー。んじゃ、しんがりよろしくな。追っ手がいる感じはしないけど、ドローンとかいるしね。なんか冷蔵庫にアイスとか置いてね。食っといてやるよ。ち、つまんね。帰って寝るか。じゃ、後でね。警戒するべきはドローン？うん。今のところ敵影なし。うん、なるほど。いい機会。クマ、実は前々から思っていたことがとても大事。でもその前にあれ。追っ手か無関係な警ら中か。貸して。で、話の続き。クマはいつもそれは言い訳。そういうのを却下するため一つ考えてみた。自業自得では風帰ってさっきのバトルのリベンジする。私あったかくするのも得意。なあなあのリアクションしとうよしとう。ベリベリ大事ね。それを話すには長くなる。まず事の発端はですか。おかえりなさい。すみません。私物を出しっぱなしにして。あ、その、漢方薬です。気持ちをちょっと落ち着けるような。睡眠導入剤みたいなものです。最近少し寝つきが悪くて、それだけです。何かってそうですね。その外で話してもいいですか。特別なことがあったわけじゃないんです。ただずっと我慢しててしなくちゃいけなくて。はい、そうです。傷つけたり、物を壊したり、奪ったり、そういう全部に我慢しなくちゃいけなくて。分かってます。私が弱いだけです。決心したのに、頑張るって決めたのに。クマさんは平気なんですか？こんなことしながら笑って何でもないみたいに流れていって。そんなアソーギグループがおかしいにしても、もっと他のやり方が。私はそこまで強くないです。クマさん、一つお願いがあります。遅かった。もう始まってるみたい。始まってるって。コアだ。奴らのテロだ。応援を要請しろ。叩け。遅れてるぞ。おしとれ。ち、硬いな。邪魔が多すぎる。おっと、見つかっちまった。ザッパ。ナユタまで来やがったのか。うぜえタイミングで来やがって。ああ、紫、こないだはやってくれたな。お宝とやらいただいてくぜ。嗅ぎつけてきやがったか。シオンが世話になったな。今すぐフラットのさやつだ。仕留めよう。死なずだよ、俺を的に。やっ、おい、集まれ。紫さんを守った。くそ、どくせえ。紫くんはおうちの事情で欠席だ。じゃ、遠慮なく行かせてもらうが。待て、てめえ。ザッパ、ナイフだ。遠吠えを聞きながら先をこすってのは気持ちいいぜ。へい、こっちこっち。じゃ、追いつくか。こっからナユタも参戦だ。派手に突撃するぜ。合理的に決める。ライブ会場はこちらでーす。ちょいと景気づけだ。これとか好きそう。当たりさえすれば。俺一人で十分だぜ。やったるでー。ポポイさっさと片付けるか。止めてみな。泣いてもやめないから。これとか好きそう。でもなるぜ。ちょいと景気づけだ。合理的に決める。当たりさえすれば。止めてみな。だな、おい。連想バランス。おいて。この声呂布か。出そうな状況とは思ったが、このテクノボウがはあ、びっくり人間選手権決勝戦だな。前の時はすぐに逃げてましたよね。でも今回はふう、お宝がそれってことか。やる気出るね。スルーってどうすんの？別道探す？お任せなのである。カモン、ザッパが突っ込みたいって言ってる。言ってないぜ。言ってない。ちらーっと思っただけだ。まっすぐ行くってことですか？単にそれも選択肢だなと。なあ、どないするんですか？迂回しますよね。は制した。さっさと片付けるか。ちょいと景気づけだ。おいでませ。腕もなるぜ。仕掛けるぞ。動くな。出しちゃう。俺もラブ。これでいく。止めてみな。出しちゃう。めっちゃ強そうや。さて、割と重要そうな風景になってきた気がするな。もしかして私たちが先着？お宝もらえちゃうかな。大大丈夫なのである。この辺りをユンユンしてる電波が一番厳重なところに行けばいいのである。ルールールー、こっちで合ってるはずである。クマ伏せろ。防いだか。げっ、あの女、呂布を突破してきたのかよ。死なずには負担をかけたかな。やる気か。相まみえれば切る間柄、素俗に引導を渡すのに躊躇などせん。クランってのは同じだろう。フラットな商売だが、あんたらは違うって話だ。貴様らのような遊び半分の連中と一緒にするな。我らは命を、全てをかけている。ちっ、一人で俺ら全員とやる気か。正気じゃねえな。東雲派棟梁壬生菊千代、参る。一旦ばっこなのである。嬉しいね。してるの出しちゃう。浅い。仕掛けるぞ。そんじゃ行っちゃおっか。行けるか。踏み込め。これでどうだ。やる気ありすぎだな、おい。俺に任せだ。よっしゃー、いくぜ。汗チレンバーナー。やったるでー。いいもん見せてあげる。どっこらー、いってこい。この女マジやべえ。遅れを取ったか。ひょい。貴様何を。なんだ、ごついゴリラブスかと思ったらまあ普通じゃん。予想はついてたけど、これは予想以上の高得点。貴様ら。あれクマ、なんかエロいお仕置きとかしねえの。ドナドナする。だな。じゃあな棟梁さん。待て。敗北した上見逃されただと、私が。前に出るぞ。ちょいと景気づけだ。動くな。バランス。めっちゃ強そうや。戦は制した。ちょうど暇してたんだ。ちょいと景気づけだ。腕もなるぜ。デューソース。私前衛なんですが、ヒーリング。敵艦ミュ。正解はこれだ。ここは入艦しまくりであるな。される。前に出るぞ。腕も鳴るぜ。で、そう。バランス。バッテリーはビンビンだよ。とほらー、ジャック。ふん。動くな。残念、私がいる。命令電波。さっさと片付けるか。止めてみな。命令電波。宴はこれからなのである。おってからおってから。なんのかんのでラッキーに進んだね。そうですね。何度ももうダメだって思いましたけど。終わりよければってな。さあお宝とご対面だぜ。ルールールー。あ、なんだこいつ。警備の機械？ゲーム、排除モードに移行します。近辺にいる人は退避してください。繰り返します。おいおい、なんか突っ込んでくるぞ。ラジコンかどうかはわからんが、どうやら門番ってわけか。ノーマーシー。当然。ギターバッコなのである。命令電ラブ。真面目にやるぞ。ためらうな。踏み込め。どうだ。速攻だ速攻。俺に任せな。よっしゃ行くぜ。アセチレバーナー。新たな道染めの回か。クリ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 。はーい、楽にして。うん。あいつ強そうじゃねえ。ちょいと景気づけだ。命令でした。出しちゃう。これもラブ。ちょいと景気づけだ。動く。ちょいと景気づけだ。出しちゃう。これもラブ。動くな。てみな。これでいく。止めてみな。めっちゃ強そうや。このさ私が飛ぶよ。止まった。何だったんだこいつ。めちゃくちゃなパワーだったぜ。まあまあ、なかなか興味深いのである。おいあんこ、こっちこっちお宝とご対面だぞ。そうなのである。あった、そうだそうだ。これはこうしてこうなのであるクリア。お、開いた開いた。ヤッホー。なーにかなとこれは7次元宇宙人レチクル超特急ザジ。アソギはついにここまで。あ、宇宙人ですか？もちろん王さん。確かに人間。マネキンとかじゃない。ガキかよ。しかも男。男だよな。純度 100% の XY 染色タイマーだあ。興味ゲージがギュンギュン下がるぜ。でこの子がお宝ってどういうこと？麻生木のお偉いさんちのことか？それはないな。だったらこんな風に置かれちゃいない。これは見た感じ眠り姫がお目覚めだ。なんですか？いっぱい人が。おはようさん。お前さんこんなところで何やってんだ？入院してるんだけど。ケース越しで聞こえにくいな。よう、そこ出れねえのか？どうなんだろう。多分ここなのである。ポチッとな。ちょっと待って。よかった。僕の服が残ってて。うん。なんかよくわからないけど、重病なんだって言われて、あっちこっちの病院に回されて、検査を受けてる。はあ、なんか普通に見えるけどな。僕もそう思うけど、でもメリコ、なんかわかる？私お医者さんではないですけど、でも特にそういう風には。どんな検査なんですか？よくわからない。血を取ったりはよくしてるけど、採血は普通ですけど。お薬とかは？そういうのは特に。ずっと機械で体の何かを測ってるみたいなことは。そうなんですか。それは少し変というか。つかここ病院じゃねえだろ、どう見ても研究所だろ。そうだよね。やっぱり時々聞こえるんだ。研究員の人たちが僕のこと「検体」って呼んでるの。何それ？さっきも言ってたけど。普通はその遺体を調べるために提供することですけど。遺体とはもしかして生きてる人を実験台にしてるってわけか。何のためかはわかんねえけど。ちょっと SF っぽくなってきた。そんなこと許されることじゃないですよ。知ったってな。誰が葬儀に文句つけるんだって話だよ。さて、まあどうするかだが、どう見てもお宝って感じはしねえな。そうね、ショーリング。他に本当のお宝あったりしないの？本人を前にそういうのは。クマ。僕何もしてないのに。破葬儀がそんなこと。それはなんか変だなって思ってはいたけど、いつか治って出られるって何の心配もなくまた友達に会えるって。ずっと我慢して学校にも行けなくて、でもそれが必要だからって会社からの指示だから、先生も親も行きなさいって。でもはあ？おいおいクマ、お前何言い出すんだよ。そういうの一人で決めちゃうわけ？行きます。もうこの薄暗いところ嫌だ。意見ってお前な。珍しいなクマ。どう思う？私は構わない。いいんじゃない？クマが面倒見るんでしょ？私は賛成です。このままじゃかわいそうだと思います。私か？私はどっちでもよい。でも私の後輩になるのかお前この間入ったばっかじゃねえか。あ、入ってたのか？引っかかるかトラ太郎は。ずるくね？この空気でそういうの。反対したら俺だけ孤立じゃん。まあいいんじゃね？絶対に嫌だって話じゃねえし、ザッパが決めることに反対はしねえよ。よし決まりだ。よろしくな。はい、よろしくお願いします。クマ、お前が言い出しっぺだからな。任したぞ。ああ、まあそうだな。いいさ。ルー死刑が来るぞ。お宝の防衛に増援を要請。あと7分で表の廊下に到着なのである。なんでそんなこと。よっしゃ撤収。ずらかるぞ。はい。ところで行った先で何するんですか？それもめっちゃめちゃにな。という数字になっておりまして、非正規となった万民の数に関してはおおよそ規定通りです。では次の案件です。今月の麻生木物流ですが、収支がようやく上向きになりつつあります。1割リストラさせたとこか。やっぱそれで回った。そのようです。人員のダブつき、不要な保証などを削減した結果ですね。まったくこれくらい向こうの判断でやってほしいね。役員の給料も下げといてよ。はっ、指示しておきます。その辺は何かで公表させといて。それで会社のイメージも補填できるでしょう。では次は麻生木科学研究所に関しての報告です。伊賀研？何かあったっけ、あそこ。それが、例の検体が運ばれたところを講和グループに襲撃されたらしく。もしかして持ってかれちゃった？どうやらそのようで。報告書。こちらでございます。グループの同時襲撃ね。強奪した講和グループは調査中です。必要ならば。いいよ。やること一通りやったんでしょ？はい、データは回収済みですね。じゃあいいよ、ほっといて。面倒だし。もともと例の病原菌の抗体持ちだからってだけだしね。しかしあれよ。それにあれ、清志郎おじさんのところでしょ？僕関係ないし。おいおい、つまんなくても笑いなよ。上司のジョークなんだからさ。これは失礼よ。実際大した問題じゃないでしょ。データ取りが目的だったわけだし、仮にコアが利用しようとするとしても大したことができるとも思えないし、それよりこっち重機試作型動かしたんだよね。はい、調整は済んでいたようで、それの方が気になるな。後で詳細なデータ送らせておいて。承りました。そのコアの方はいいって言ったでしょ。そのゴミに割くコストどこから出すのさ。それより次。では次の案件ですが。くそー、得るところなく撤収とはな。春売りじゃない歌に邪魔されて人狩りじゃ死ののめはか。困ってきたわね。利用するにも面倒な連中だ。潰すかいっそ。待って紫、那由他はともかく東雲派とやる気？チッ、分かってる。ああ、分かってるともさ。数と戦闘員の質、どちらでも勝ち目がない。だがじゃあどうする。奴らのケツを眺めながらヘラヘラ笑ってろってのか。ああ、今は致命的な差はない。だが手をこまねいて気づいた時には全部終わってる。手を打つなら早いうち。いや今しかねえんだ。だがどうする。普通に考えれば向こうの不利を攻める。春売りで東雲派を絞り上げて人狩りで那由他を叩くかしら。今まではそれでよかった。那由他が伸びてる。那由他に邪魔され出すと春売りにも支障が出る。まずい歯車ね。理想いや逆だ。相手の有利、策を立てて兵士を。敵の歯車を狂わせないと逆転はね。そのためのどう引き当て。手持ちじゃ足りねえ。しかしどうかした？客です、紫さん。客だ？どこのどいつだ？東雲派か那由他か？いえ、その、セールスとかで、名指しで紫さんに会わせてほしいと。セールス？こんな時間に。ええ、どうします？追い返して。失礼しますよ、ミスター紫。あ、おい！勝手に見ない顔だな。ええ、私この麻生義士には来たばかりなものでして。外のお客さんか。で何を勧めてくれるんだい、外人さん。外人ですか。それはいい。私顧客に必要なものだけを提供する商人でございまして。必要なものか。それがわかるなら商人っていうより魔法使いだな。ならわざわざ俺を訪ねてきて何を持ってくれるって。こちらなどいかがでしょう。さあお入りなさい。いかがでございましょう。綺麗なお部屋。ここが今度のアリスのお家なの？今いっとき。合理的だろ。俺に任せな。ちょいと景気づけだ。今言っときすげえか。これでいく。泣いてもやめないから。新たなルックキズムの開花。クリ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 。はーい、楽にしてうーん。ちょいと景気づけだ。動くな。出しちゃう。かかってきな。で、そうバランス止めてみろ。退路はないのである。正解はこれだ。今言っとき。いけます。ヒーリング。さくおろしここからだぜ。はっはー、ちゃんと踏ん張っとけよ。一斉の出しちゃう。誰もラブ。やる気ありすぎだな。おい、現状を打開する。動く。相手見て乱入してこいよ。俺に任せだ。よっしゃ行くぜ。アセチレンバーナー。踏み込め。これでどうだ。私全員なんですがヒーリング。今井の時。楽にしてちょうど暇してたんだ。ちょいと景気づけだ。相手見て乱入してこいよ。俺に任せだ。これとか好きさ。今いっとき。そんじゃいっちゃおうか。出しちゃう。あいつ強そうじゃね。はあ、来ちゃったか。どこらやっちゃう。前に出るぞ。合理的に決める。当たりさえすれば。俺なりには動いたぞ。知った聞いたかこの怪物くんがよ。あはいなんとか。呂布は仕留めたのか。やるやないけ。うん、面白い。まだまだ食いたり術らしよって。何でできとるんやこいつ。さすがにこのアンコールに応えるほど俺もサイボーグじゃないな。ないやいさ。よっけーじゃねー。ガッツボーイ。じゃ私はこっちで。吠えろアンテナ号。置いてかないでください。何今さら逃げるのか。下田奴ら先に付き合ってもらうぞ。貴様らでも全く構わん。ああやかましいわ、ほんだら。